聞社、アニプレックス、ドリコム、ご案内だよ。キララファンタジア、クリアはこの。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを始めていきましょう。ここでですね、いい感じよ。レベルを上げていって、ただいま。はい、お土産だよ。いい感じよ。行きたいと思います。さて、この辺ですね。彼女かな。おっと、あ、そうなんだ。お金がない。お金じゃない。え、キララポイントあるんだけどな。何が悪い？あ、なんか条件があるのか。え、なんでだろう。あ、こちらクリ。元気張り切って行きましょうか。無事できるんだ。あーってしまった。行ってみましょう。大丈夫です。トレーニング2に入っているということで、これは権利がない。頑張るぞいを言ってみるか。あ、クゼマシさんはもう上まで上がっちゃってるんですよね。見てみましょう。さて、幅の混雑とは。あ、でも何もなかったみたいですね。なんだろう。ありがとうございます。さすがですね。格好なんだろう。ちょっとですね、15万か。限界突破はちょっとやめよう。2回に1回は星5のパワーアップしたいですからね。切符も、切符じゃない、チケット持ってたっけ。あ、ありますね、チケット。何としてもコルク、何としてもコルク、コルクが欲しい。開きますよ。さあ、何が来る。鈴鹿で青葉でした。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。さあ、クエスト行ってみましょう。今回のメインです。エトアリア冒険団後編ですね。こちらのクエストを行けるだけ行きたいと思います。入り用のものがあればうちの店に来て。甘いものを食べるとこんなやつシュガーがボコボコにしちゃうよ。現在シーズン2の
全般シュガー、リゼルートはクリア。にゃーろー、絶対負けないぞ。そしてですね、ポルカコルクルートがあと上級と超級が残っております。この上級を、まずプレイしていきたいと思います。そう、ボーナスが3つついてんですよね。これすごいな。あの風属性のメンツって揃ってきてるなっていう気がします。うん、そうなんですね。じゃあもうこのまま始めましょう。あんまりないんですよね。なんでなでしこ行ってみるか。それでは行ってまいります。やめて、プレッシャーに弱いんだから。これなら。何するんですか、くらえです。見くびらないで。ここはですね、行かずに倒せるんで、こう取っておきを残しておきましょう。単体に大ダメージを与えられるんだ。でもな、どっちみち単体しか使えないからな。さあここで使いましょう。見せてやるです。いきます。あずにゃん。もう細かく使っておきたいとこですね。倒しました。さあこっからが問題だよな。おっと、アズニャ使います。アズニャばっかりだな。アズニャ今レベル5ですね。スキルは水属性と月、光属性が今弱いです。この辺をパワーアップしていきたいですね。あの強化に関してはさあ、これはもう余裕で上級はクリアですから、超級へチャレンジしないとおかしいでしょう。というわけで行ってみましょう。どうしようかな。と言ってもなでしこ使ってないからな、結局。行ってみましょう。一丁やってみるか。ああ、これでどうです。来た、一気に3体来ましたね。見くびらないで。見くびらないで。まずは一面簡単にクリアです。準備 OK。 お、一体のみか。まあいいでしょう。レベル8までいってんですね、彼女。まずは1体倒しました。何するんですか。これは使うしかないでしょう。味わいなさい。いきます。あずにゃん。強すぎます、あずにゃん。まあ、アズニャンいるのは強いですね。ただアズニャンの弱点は防御力がとにかく弱い。動きが鈍いぜ。回復させるんだ。何するんですか。結構ダメージ量が大きいんですよね、アズニャンは。アズニャンたくさんスキル使ってんな。
一気に突き刺します。この上級を上級ばっかりチャレンジしてもいいぐらいですよね。腕っぷしに磨きがかかったぜ。すみません、ありがとうです。助かりました。またお願いします。オクエスト金取りました。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。さあもう一回クエストです。残りのこれより戦闘訓練終了、結果少なくなってますが、甘いものを食べると幸せになるんだよ。回復前提なんで、これ全員集合したシーズン3ですね。シューバーのとっておきのクッキーあげるから元気出して。16節や全然クリアできてないんだ。まあでもここは後回し しましょう。赤か、あれさっきのが赤なんだ。ここをメンバー変えないといけないですね。炎属性です。炎属性も地味に強化上限に達する人が出てますね。行ってきます。長引きそうかな。えい、彼女か。彼女ってどういう能力だったっけ。どさくさに紛れてどこ触ってるの。バトルオプションとかあるんですね。今施設効果はご覧の通りになってますね。なんかコンテンツ効果ってあるんですね。まあそれ気にせずやっていきましょう。一泡吹かせてやるんだから。あ、これ回復の。ゆうちゃん、ひどい。ゆうちゃん、あ、ミスった。使うんですけどね。こうやってこうして、いい感じ。強い。さあ、2人分。あ、これも回復なんだよな。まあいいでしょう、多分アーバで倒せるはずですから。こうやってこうして、いい感じ。すごいな、3万7千って。文句なし倒してトータルダメージが10万いきました。鬼ですねこれ。鈴風青葉こういう顔して、シュガーのとっておきのクッキーあげるから元気出して。元気出したいとこですよね。さあゴーレム陽動作戦、
まだまだ頑張っていきたいと思います。チアしかないんですね。とにかくチアにすると見せかけて夢クイメリーという。泳ぐ前にはきちんと準備体操をするべし。長引きそうかな。えい、一体倒しました。お、結構すごいですね。いい流れですね。味方単体だからな。さあこれで、また鈴風青葉という、こうやって押して、うん、いい感じ。私たちの勝ちです。やりましたね。知ってる？ソルトの作る料理って甘くないんだよ。でも大好き。さあここは回復させます。おっと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 、回復させた上でゴレム陽動作戦に挑みます。行ってみましょう。すごい。さあいよいよ決戦の時。さあこれであとは状況を残すのみですね。行ってみましょう。頑張ろうね。よし頑張ります。じゃああんまりダメージ与えられません。やっちゃいますよ。えい、えい、えい、
うん、いや、すごい、落ちた。ラーマに上がった。一体なった上でさらに全然落ちが来た。まあ仕方ないですね、これは。真ん中のみが残った上にさえダメージが加わる。いくよ。倒しました。やった勝てたよ。もうちょっとですね、スタミナ回復。しかも大アイテムもらってんで、それでまだ遊び続けられます。あとはこれ行ってみますか。16節の完全にクリアしたいですからね。だろう、緑のメンバーでクリアするとなんか強そうに見えるが、ボーナス見てみましょう。なんかあんまりないんですよね。このラスボスか。これは最初の柱を倒さないといけません。皆さんのやる気をアップします。おとなしくしなさい。いやー、これ難しいわ。もう早急になでしこ投入したろ。出たな、やっつけちゃうよ。一撃必殺。これでも結構残ってんですよね。あ、なでしこほとんどダメージ受けない。なでしこ壁役にしよう。勢いつけた。やられた。うわ、一発でやれるか。飛躍か。飛躍っていうのが。私も体を張らないと。そんな。あ、でもそんなに。これでみんなも元気になります。なでしこが飛躍になって。勢いつけた。しかないですよね。うん、ちょっと。はい、焼けたよ。まず一体倒した。
た。なんで隠れたの？勢いつけてさ、出会った。立ち止まらず、諦めないで。うん、お見舞いしようかな。やってるしかないですね。もしおかしいです。はい、焼けたよ。あー、なにしこ、ここまでか。動きが鈍いぜ。ダメージ与えられないんだ。くそ、あ、しんどいな。あと頼んだ。立ち止まらず諦めないで。そんな屈辱です。私のせいで。でもここまで来たらもう倒すしかないです。強すぎます。頑張るぞ。私には風が火力になって、動きが鈍いぜ。おお、いい度胸です。やめて。よっと、お見舞いしちゃおうかな。ちょっと、はい、焼けたよ。いいじゃん、こうやってないな。やめて。立ち止まらず諦めないで。これなら人がもういない。ほら、キャー、入れ打ちじゃ済まさねえぞ。敵が8番になってんですよね。よし、なかなかダメージだが、もうちょっとだ。ほら、あと50。ようやく。運動したらお腹空いちゃった。知ってる？ソルトの作る料理って甘くないんだよ。でもだ、考えるのに。あとは前編のクエストがなんか残ってるかもしれない。あ、これがまだ残ってますね。上級が残ってるんだよな。して、ちょっと困っててさ、サンキュー。おかげで助かったぜ。
さあクエストで前編のシーズン2の上級ですね。月属性ってどれぐらいいるんだろうと思ったんですが、ここまでなんだ。まあでもチャレンジしてもいいかもしれないですね。行ってみましょう。なるべく早く全然おらんやん。トータルナイトしか入れてないんだ。ミスった。そりゃそうなりますよね。行ってみましょう。これで張り切っていきましょう。ボーナスは必要です。負けませんよ。水着じゃ全然防げない。ちょっとこれなんですよね。先に攻撃されるから。私を甘く見るなよ。食らうがいいですよ。やりましたね。痛いよ。限界であります。しも私としたことが、かっこ悪い。もう最初から使うしかないですよね。頑張りましょう。全体攻撃か。やめてー。クラクラします。対応してきますね。それ痛いです。力が湧いてきます。お、3体来た。何するんですか。悩まった。行ってみるか。多分これに関するような気はするんで。私とよさこいしませんか。3、1、3、1、3、1、2、3、はい、OK、 はい、いい形になってますよね。ただまだスタンの状態は引き継ぐんですよね。あとお願いします。残り2体になった。使った方がいいですよね。勝ちました。レベルも上がった。とりあえず緊急を要するのはその月属性ですよね。月属性のレベルを上げないといけないということは、強化で限界突破、フィルターで月属性だとランク5がないのか。うららの2条を使ってみましょう。この高まる感じ悪くないわね。不思議だわ。力が
が溢れてくる。さあこれでですね、クエストを前編のシーズン2の上級にチャレンジするけど、簡単にはいかないだろうな。行ってみましょう。あやでチャレンジします。最初からあや投入した方がいいですね、できればね。夏の女子高生を舐めるなよ。しまった、しまった。いやいや、向こうの攻撃が早すぎる。もう早めに。仕方ないわね。単体攻撃か。この敵にはこれね、やばい。私としたことうそー、強すぎる。無理でしょう、こんなの。難しそうね。すみません。ダメージが力が湧いてきます。あ、効きすぎます。何これ。お願いします、みずき。ギブアップ。これは当分時間かかりますね。家で。コーヒー以外にも。中級あたりで確実に行ってみるのも手だし。コーヒー以外にも安心する。上級で行きましょう。上級で。私にフォロー、ミー。夏の女子高生を舐めるなよ。早っ。すみません。いや、かっこ悪い。あらゆるごとに攻撃されるから対処のしようがないな。みんなで頑張りましょう。腕の見せ所ね。